マレーマンゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日のゲストはこちら。どうも、小池です。お願いします。いやー、びっくりです。こんなコラボする日が来ると思ってなかった。いや、こちらこそ光栄でされてます。いやーね、なんだろうな、都市伝説界の、トップというよりは、YouTuber 界のトップの、小屋キーさんですけど、どうなんですか？初めて今何年ぐらい？初めて YouTube 自体は7年ですね。だからもう、古参の中では新しい方なんですか？そうですね。僕は、なんか、黎明期とかいうよりかは、YouTuber って言葉がようやく出始めた頃ぐらいの YouTuber です。もう本当成功者ですよね。いや、そんなことないですよ、全然。なんだろう。皆さんそういうこと言うとやっぱ謙遜されるんですけど、はい、ただ僕が見てて今回聞きたいテーマに関わってくるんですけど、何でしょう、ご本人たちが、経済的な上がり下がりあるでしょう、こういう仕事ですから、スタッフの入れ替わりもあるし、機材の変遷とかで、めっちゃそっちに投資しなきゃいけないこともある、いろいろ苦労はある。だけどこれ7年間積み重ねた中で人脈っていうのは確実に増えていってるわけじゃないですか、はい、でしかも小屋木さん、こういうね、都市伝説とか、そういう界隈の、トップランカーだと思うんですよね。僕ね、小屋木さん、そういう世界は、ひた走ってきたわけじゃないですか。やっぱりその人脈の中で、やばい人っていうか、フィクサー的な人、権力握ってる、裏で握ってる人、そういう人と出会ったりとか、コンタクト取ったりとか、なんかこう聞いたりとか、そういうのはありますか？いや、これがですね、いや、これ、言うの初めてなんじゃないかな。自分のチャンネルでも言ったことないですけど、あるんですよ。おお。いいですか、話して。お願いします。YouTuber やってると、当然その YouTuber の知り合いが増えるのはわかるじゃないですか。でそこから一歩枠をはみ出して、いろんな専門職の方とこう出会うこと。それがですね、僕のやりたかったことというか、普段では出会えない人と会っていくことこそが、なんかこうやってて一番無理に尽きるなっていう部分なんですけども、これ、ほんとたまたまなんですけども、YouTuber 界初と言われるタイトルを、今年結構取ってるんですよ。長くなるんで、ちょっと代表的なものだけ言うと、例えば、甲子園球場の、ファーストピッチセレモニーというやつですね。いわゆる始球式みたいな、はい。あれがですね、YouTuber の会社としては初の冠スポンサーを取ったりとか。なんでしょう、光栄なことですし、YouTuber ってどちらかというと、まだちょっとなんか社会的に認知はされてますけども、なんか一般的な仕事としてはなかなか社会的地位が低いと思ってたので、そういう会社がちゃんと甲子園のマウンドに立てるんだっていうのも初らしいんですよね。で、あとはその僕昔から音楽が好きで、ハードロックカフェが好きだったんですけど、ハードロックカフェで、ビーズさんの次に、イベントを一緒にやらせてもらうのが僕という、それ光栄な、これも初のコラボらしいです。はい、そういう初がいろいろあって、つい先日は国会。はい。国会に呼ばれまして。マジで？そうなんですよ。国会の、議事堂しかり、議員会館に、はい、YouTuber としてカメラが入ったのは僕初めてなんですって。なぜ呼ばれたんですか？これは、なんか、単純に取材していいですよってことを、常に国会議事堂の地下には何かあるんじゃないかといろんなことを言ってたんで、はい、どうぞ見に来てくださいみたいな感覚で、ご招待いただいたんですけども、それも意外なことで初ということで、議員さんで YouTube をやってる人はもちろん撮ったことあるんですけど、YouTuber としてはないってことは、例えば甲子園でその冠スポンサーが取れたり、ハードロックカフェみたいな大きいところと、そういうイベントができたり、国会の中に入れたりっていうのもある程度の信用力が、ついたんだろうなっていう初があったんですけども、それはあくまでも表向きに言える初なんですよ。ただ僕の中の初めて言う初があって、日本をですね、裏から支えている組織からのお呼ばれ。気になる。っていうのがあるんですね。はい、で、まずこの話す前に、僕が聞いた話をそのまま話しますと、はい、日本って、島国でちっちゃいんで、やたらとこう狙われやすいし、何かとこう、なんかそう、世界から今注目されてるというか悪い意味で、言われがちなんですけど、あくまでも表向きであり、実はものすごい日本って守られているって話をされたんですよね。それは古くから言えばですよ、その結界というものを使って日本国を守るために、古くは安倍の生命たち、陰陽師が守って結界を張っていたから大きな侵略をされずに守られていたってことも、結果から見ると割かしそうなんだなと思う部分がたくさんあるんですけど、それを今の時代でもやっぱやっている組織があるわけですよね。でその方
方から聞いた話によると、まあ、これ公表されている事実としては日本って今十何年連続、世界のですね、お金を持っているランキング1位を取り続けているんですよね。はははただ、お金を持っていないイメージ。まあ、言ったらなぜかというと日本自体は不景気だからです。はいはい、だから国民あたりと国のその政治に関することについては持ってないことは事実なんですけど、日本という国単位に見るとめちゃくちゃお金持ってる国なわけなんですよね。じゃあそれ、誰が持ってんのって話じゃないですか。はい。それが天皇家。はあ。なわけですよね。はい。で、トランプさんの時、聞いたのは、日本に、お忍びで来てる。まあ、言ったらもう、外交で、まあ、来てる時ももちろんありますけど、うん、お忍びで来てる時の方が実は多いんだよって話をされていて、それなんで来るのって言った時に、まあ、一つはまあ遊びに来てるのももちろんあるんですけど、まあ、余談ですけど、その時に、まあ、コピー入れてほしいんですけど、トランプさんがいつも指名してた相手が、ですけど、それでもちょっと聞いたことある。はい。はい。これ、界隈で有名なんですけど、はい、1回抱くのに1億円らしいんですよね。ほー。なかなかの報酬じゃないですか、俺。はい。まあ、それ置いといて、はい、じゃあ本当の目的何なのかって言ったら、うん、天皇家からお金を借りることらしいんですよ。まあ、もちろんね、世界情勢荒れてますから、うん、お金がどこの国も必要なんですけど、そのお金を借りに頭を下げに来るっていうのを聞いたときに、うん、そんなに影響力持ってるのと。だからなんだかんだ、ミサイルが上を飛んだりとか、うん、なんだろう、基地があったりしますけど、侵略はされない。普通その戦争を敗戦したら、もちろん統治されてしまったら、まあ、植民地化されてしまったり、その言いなりにされるんですけど、そうは 100% されていないのは、うん、その力が今も昔もものすごい絶大に強いから、っていうことを、その方はお話しされていたんですね。うんただこの事実みたいのをあまり知られたくない。だから僕らの組織はこれをもっと深掘りしているところに対しては攻撃を仕掛けるんですと、うん、でまず最初はチャンネルを消すところからほう、まあ、これは簡単です、うん、でそれでも活動をやめない場合にはすいませんが消えてもらいますとはっきり言っておられてる。うん、はい。それは、いわゆるその裏を支えるということは、まあ表にはできないその汚れ役みたいなのをやっている組織が、もう組織はごめんなさい出せないんですけども、そういう方と、なんだろうな、こう、気に入られてご飯に行くようになったっていうのが、今年のなんかトピックスなんですよ、僕の。その組織って名前は出せないにしても、一応聞きたいのは、オフィシャルというか、政府機関に属するものなのか、私の機関なのかで言うと、どっちかで言うとでいいんですけど。これね、半々なんですよね。半官半民？そう。公には知られてはいるんですけども、それは政府にはもちろん名前は載ってないわけじゃないですか、その組織は。だから半分正解、半分不正解が正解じゃないですか。はー。なんかでもあのそういう組織にねスカウトされる的な噂とか聞きますけどね。いやこれがねとこうスカウトでこうどんどんとセットランディングされていくってそこういうところもあの僕も実はそこでそういうこと言われたんですよ。おあの本当にあの真実が知りたいんだったら、うん、紹介するけどと言われたんですけどその代わり後戻りはできないよはっきり言われて。うわ漫画で出てくるやつこれそう漫画なんですよ本当に。で、もちろん、そういう人たちと会うときっていうのは、まあ、もちろん個室でね、会うんですけど、じゃあ、まず、携帯出してください出して、まあ、オフにするところが始まって、こう、うん、こう、積むんですよ、こうやって、スマホをね。うん、まあ、そこから始まるんですけども、うん、もし、後戻りするというか、まあ、やめるとなったらどうするんですかって、もう、消されてしまうっていう、うん、そういう前提なんで僕はもういいです。まあ、あくまで僕は都市伝説をエンタメとして、お届けしたい立場なので、うん、あんまりその真実を知りたくってやってるわけじゃないと。うん、だからそうですかと。ただ、これ、あなたのお友達の YouTuber に、っていう人いますよね、と。あ、います。その方は、ちょっとマークされてるんで、もしお友達だったら忠告してあげてくださいって僕言われたんですよ。本当にお友達な感じの YouTuber の方なんですね。そうなんです。僕もよくコラボしたことありますけど。はいはい、だから、あんまりこう迫りすぎるのも本当に怖いんだなっていうのを、もちろん、どこかには1割ぐらいは、どうせまた都市伝説でそういうことを言いたいがある人もいるだろうなっていう気持ち、うん、まあそっちであってほしいっていう気持ちもあるんですが、
なかなかこう2、3年、まあ、ゴンザレスさんもそうですけど、リアルな人とよく会ってくると、そういう人を吸い寄せる部分あるじゃないですか。そしたら、冗談じゃなく本当に消されてしまった人も僕知ってるんで。それは、なんだろう、社会的にですか、人、その、存在、社会的に存在そのものが。はい。はいはいはい。で、そういう方に、どうやって人って消されるんですかって言ったら、もちろんその拉致みたいなこともあるそうなんですけども、なんかね、分からないようにすると。分からないようにするってどういうことなんですかって聞いたら、病気にさせていくんですって。ああ、はい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 、そうです。だから病気になっていくと弱くなっていくんで、なんかこう命がね、尽きるように近づいていくっていうのもありますし、何か言ってるかちょっとなんか、なんつうかな、表現難しいんですけど。はい、言ってることはわかります。わかります。はい。結局、その、まあ、健康で健全であればあるほどアクティブですけど、まあ、病気になっていけば、また心も弱くなるし、またその人の社会的ポジションっていうか、そういうのもまたちょっと落ちていくと思うんですね、影響力とかも。そうです。で、その人なんか言っても、あ、また弱ってる、なんか老人のたわごとだみたいに思われやすくなるじゃないですか。うんうん、だから、じわ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 、なんか歩けなくなっていったりとか、ちょっとね、実名は出せないんですけど、皆さんもよく知っているね、某、お医者さんとか、はいはい、まさにそうらしくて、はい、あとね、漫画家さんもそうなんですって。へー。漫画家さんってすごくて、うん、2パターンあるんですよね。その、わりかし今の漫画のトレンドって、その想像に現実が近づいちゃいすぎていて、うん、パッてこう思ったこと、いったら神から降りてきたストーリーが、まさにあんまりこう表になってほしくないストーリーと酷似しちゃう、うん、でもう一つのパターンが、マジで取材力のある人に情報が入ってくる人は、それを元に漫画を構成しちゃうんで、わりかし隠したい部分が想像をしやすい環境になっていると、うん、それがあんまよろしくないんで、そこの真実の歴史に触れている漫画家さんは体調が悪くなるみたいな。僕実際に調べてみたんですよ。はい。ドンピシャで僕の好きな漫画家さんそうなってるんですよ。マジで怖いなと。僕何人か聞いたことあります、それ。やっぱり。はい。ただその人の場合は、はい、いろんな情報をもとに想像力で書いてて、はいはい。でビタッと当たっちゃって、はいはい、タイミング的になぜこのタイミングで出ちゃうんだろうって、自分も俺神がかってんなみたいな感じで言っちゃってたんですけど、うんうん、急に路線転換とかしちゃいましたね。はいはいはい、聞かないですけど理由は。いや、そうですよね。それがなんか圧力がかかったのか分かんないですけど、そうなっていくってことは、まあ都市伝説、あくまで都市伝説なのですが、ちょっと思い当たる節がありすぎて、うん、ちょっと怖くなっちゃってるっていう部分もありますね。そういうのって、そういういろんなこうちょっと影のというか力を持った人たちと会っていくときって、うんうん、変な話ですけど、うんうん、そういう、なんですか、こう、会食とか、そうするじゃないですか、はい、おそらく。会食するときって、うんうん、どっち側が会計持つんですか？ああ、でも僕は、結構僕は払ってます。これなんでかっていうと、紹介のされ方がそもそも、友達を紹介するような感覚で呼ばれるからなんです。なんか、都市伝説との寺としてじゃないんですよ。なんか、コヤッキーという人格が、その仲介者がファンになってくれて、うん、俺の友達でちょっと面白いやついるから紹介するよっていうノリで会ってるんで、なんか、取材させていただいたから払ってるっていう感覚でもないし、なんかすごい人だから払ってるという感覚でもなく、そういう感じ、普通の会食。そう、いや、もしそっち側だとしたら、うん、どうなのかな、もしほら領収書取ってるのかなとか、ほら公務員はまだしも、公務員はまあ 100% 割り勘だけど、うんうん、俺ちょっと前に行政庁クラスの人と飯を食うときにどっちがおごるのだと、うんうん、でこうちょっとこう官僚の人聞いたら、うん、大臣クラスは絶対向こうは払うはずはないから、うんうん、そっちで持ってくださいとか言われたことがあったから、うんうん、はいはい、市長とか町長、区長とかのクラスになってくると微妙すぎて分かんない、ポケットマネーなのか経費なのかで全然話違ってくるとか、会食のやり方と か, だかそれでその組織の人たちがどういう領収書の取り方をするのかで、ちょっと、はいはい、ちょっと見ようかなと思ったんですけど。なるほどね。で、僕でも政治関係者とかと飲む時は絶対僕ですね。へ、意外とね、
お金持ってないんですよ。なんで出してあげるとめっちゃ喜ばれるんですよね。だからすごいリスクもあると思うんですよ。なんかそれがなんか一種のワイド的なものに見られかねないこともあるし、利益をね共有してるっていうこともあるかもしれません。口利きとか特に頼まないからいいんじゃないですか。そうなんですよ。僕本当にそういう意味じゃなくて友達として会ってる感覚だからいいと思うんですよね。うん、向こうの信頼度もなんかすごいあって、なんかとにかくコヤッキーさんは言っちゃいけない線引きがうまいきちんとしてますよね、はい、っていう言われて、はい、一応ここまで言ったらダメかなっていうことはなんとなく確信はないんですけど考えては話してチャンネルは作ってますって言ったら、それが絶妙だと、うん、だからそれを聞いて安心したし、うん、個人的にめちゃくちゃ仲良くはなったんで、うん、ちゃんとうまくカバーしますねって言ってその場終わったりするんですよ。それはいいですね。本当にありがたいですね。まあ、守られてるなっていうのはつくづく思うんですけども。そうなってくるとですよ、はい、さっきの組織の人たちのとこも結構触りですよね。触り教えてくれたのは、はい。本当はもっともっと深いところに聞いてるんですよね。そうです。もう、わりかし答え合わせみたいになるんですよね。もう都市伝説じゃなくて答え合わせなんて、それやって。うちのね、そっち、そこの画角の外にいる一緒にやってる草田信也っていうね、はいはい、編集者、もう、デスタック作家の友達なんですけど、彼なんかも、まあ、うちの番組のプロデュース、プロデューサーとしては入ってもらってるんですが、コネクターというプロデューサー、はい、やつなんかもだから裏社会の取材ガツガツやってるから、うん、結構そのいろんなことの答え合わせっていう言い方をすごいするんですよ、はい、だからもう手札としてこれがだから事実とか答えとか思ってるのを確信に至る瞬間があるということですよね。そうなんですよ。こうなったらあれじゃないですか、来年は、今年はじゃあ今年までは日本のフィクサーに触れてきたけど、来年から世界のフィクサーにその場で消されるやつ本当に消されますよこれは飛行機落ちるやつそうなんですよ。で、視聴者の方もなんかそういう答えをね、すごい聞いてくる人いるんですけど、知るとリスクっていうよりも僕は面白くないよってやっぱ思うんですよ、うん、もうマジックの種明かしと同じで、知ったら、え、そんなことな、え、何、道具に仕掛けあったんっていう、面白くないことの方が世の中大半なんですよね、はい、皆さんの想像していることと意外と近いんで、はい、すごい大どんでん返しがあるような答えを持ってないんで、聞かない方が絶対いいっていうのはすごく思いました。あとね、僕が思うのは質問とかメールで聞いたから答えもらえると思うなよっていうそこに至るまでどんだけの労力と時間やお金をかけてたどり着いた、まあ、どんな答えであってもですよ、たどり着くわけですよ、うん、それをちょっと聞いたとかリプランで飛ばしてくるのは正式な質問とかじゃない、正式なオファーじゃないからあ、そう、はい、っていう話なんですよ、うん、なんでちょっと会った人に全部教えなきゃいけないのとか思っちゃうんです、うん、俺とか、うんうんうん、しかも僕が取材しているテーマとかで言うと、なんだろう、人どうなんですかって聞かれて、その人の尊厳や名誉毀損に当たるようなこととかを立ち話で言えるわけないじゃないですか。そらそう、本当に。だから、あと、そもそも僕、司法をしげたことに対して、なんていうかな、向こうが、こう、敬意を払ってくれてるわけです、うん、教えてくれた人が。そこをやっぱり、泥かぶせるようなことで、信用がね、なくなるんでね。そう、信用の世界ですもんね、これはもう、本当に。だから、先ほどね、小池さんおっしゃったみたく、言っていいとこといけないとこの線引きがあって、言っていいところは、YouTube で言えるところまでは全部やっぱり言いますよ。うん、なるべくね、言ってますよね、最大限はね。まあ、それ以上はね、できないとはできないっていうふうにね、一、う、応、ん、思っといてくれればいいかなと、そうです、ね、思いました。はい。でも、小池さん、やっぱり、つつけば面白いネタ、やっぱ出てきますね。そうですですね、いや、なんかもっと言いたいことたくさんあるんですけどね。いやいや、まあ、それはまたね、別のチャンネルの方とかでも、やりましょうか。あ、はい、ぜひぜひ。今回は、コヤッキーさんの方に僕もお邪魔しておりますんで、ちょっとね、我が番組バタついておりますんで、更新日がね、どうなるか分かりませんけど、なるべく頑張ってみようと思います、そこら辺は。ありがとうございます。はい、そんな感じで、今回はコヤッキーさんに、まあ、日本のね、フィクサーについて、いろいろ聞いてみました。ありがとうございました。ありがとうございました。丸山ゴンザレスです。現在 DMM オンラインサロンで丸山ゴンザレスクラブやっております、そちらではですね、我々の仲間を募集してますんで、皆さんぜひご参加ください。 YouTube では流せない裏ビデオだったりとか、それから、まあ、新しいアイテムの企画だったりとか、それから交流する、まあ、生配信、それからオフラインイベントなんかもいろいろ企画しておりますんで、振るってご参加ください。